会を務めさせていただく私、名前表示と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ご承知の通り、8月17日に続け全国紙に全面広告で制服広報ひどいものが出ましたので、市民と科学者の内部被爆問題研究会の仲間やらやらが11名集いまして、皆様お手元に受付でいただいたような文章、批判文書を作成いたしました。ということで、本日上智大学のここで緊急記者会見とシンポジウムを開くことにさせていただきました。上智大学といえば、島園進さんいらっしゃるわけですけど、手配いただいて本当にありがとうございます。で、早速島園進さんに開会のご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、島園と申します。上智大学の進学部におりますものです。今日は8月17日に政府が大々的にですね、広めましたいわゆる広報なるものの問題点を皆さんに検証しようという、そういう会になります。お伝えでございました。これからその道のそれぞれ聞いてた方々からですね、丁寧なお話があり、問いがあると思いますが、私は人文社会系の人間であり、本来ならば人文社会系の議論も大いに絡めていかなければならないと思っておりますが、とりあえずは科学的な基礎というのは非常に重要だと思っております。私自身は311の当時東京大学におりまして、東京大学の中で、東京大学の科学者がですね、発信する原発放射の情報というものがですね、いかに当てにならないかということに大いに衝撃を受けまして、これでいいのかということで、問題に取り組んできたつもりでございます。簡単にひっくり返ってみますと、そういうふうに多くの方が気づいていましたけども、一般の公衆の方々、とりわけ被災地の方々は、2011年4月19日に、文科省等が学校再開に向けてですね、20ミリシーベルト、それから 3.8 マイクロシーベルト、毎日でしたかね、そういう条件で学校を始めるといった、これで、大変な衝撃を受けてですね、それから大きな社会問題になったと思います。それ以来その同じ問題がある意味では続いていると、強引に放射能の放射性物質による健康影響、低線量被曝による健康影響というものは、ないはずだとかですね、見えないはずだとか、いろんな言い方をするわけですが、そういう形で押し通してくるいわゆる専門家、科学者および政府に対して、住民の懸念、問題意識を反映しながら、いろいろな運動があり、声が上がっていると思います。ですが、政府側、専門家側はとにかく、施策を進める側ですので、強引に進めていけばいつかは通ってしまうという、こういう方向で、次々といろんな委員会を立ち上げて正当化を続けているという状況です。それに対して、2012年の6月には子ども被災者支援法と略称されているような法律が通り、住民とりわけ子どもの健康に配慮した対策が取られるべきであるというようなことが国会の全員の一致で決定しております。ですので、こういう強引なやり方に対する、
市民被災者の動きというのはですね、必ずしも全く力がないというものではない、いろんな形で成果を上げてきていると思います。そして2013年6月だったかでしょうかね、国連の人権理事会の特別報告者のグローバー報告というものも出まして、国際的にも、日本のテク専門家のやり方は住民にとって非常に過酷なものであるということがですね、認知されている、そういうふうな状況であると思います。しかし政府は次々と手を打ってくるといいますが、まあ、その中で昨年の秋に国連科学委員会、いわゆるアンスケアですけれども、ここで出された報告書、これを、まあ、錦の御旗にしようとしているということでありますが、これも大いに問題があるということが次々と明らかになってきております。まあ、これはおそらく、まあ、こういうふうにな、泥沼のようにですね、まあ、真実を歪めるような、科学的な言説が行われ、それに基づく政策が取られてくる、これに抵抗し続けなければならない、まあ、息切れしないようにですね、なんとか続けていかなければならないということではないかと思います。原爆訴訟とかですね、水俣病のことを考えれば、これはおそらく長期にわたることになるであろうと、町へ登りの場合でもそうですけれども、しかし足腰を強くしてですね、長期的に取り組んでいくということがぜひとも必要であると思います。そういう点では、今日来てくださっている先生方は私など大いに、まあ、頼りにしているといいますかね、その基礎作りをされてこられた先生方だと思います。まあ、これからそういう議論を皆さんともに学んでいただければと思っております。私ちょっと今日こういうものをお配りしましたが、数が足りなかったかと思いますが、日本学術会議の会員というのをこの9月まで私はやっておりましたが、第1部、第2部、第3部と日本学術会議がありまして、第1部は、まあ、人文社会系の学者が集まっている。人文社会系の学者の間ではほぼいわゆる御用学者というような状況、そして科学者が信頼を失ってきたということが、これはまあ原発の事故そのもの、あるいは安全神話というものを振りまいてきたということと、そして事故後の対応、事故後の対応には今度は放射線の影響ということが大きな問題になってまいりましたが、そのことが科学そのものの社会における在り方を問い直さざるを得ないものであるという、まあ、そういうことが合意されております。9月11日に出された文書ですが、こういうものもまた参考にしていただければいかがです。そこにまだ少し残っているんだと思いますので、最初の5ページ分だけをこうコピーしてまいりました。それでは私の挨拶はこの辺で、少し長くなりましたが、ご失礼します。どうもありがとうございました。なお誠に残念ですけれども、島園さんは学内で大変重要な会議と重なってしまって、退席せざるを得ない状況ですので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは本日の次回配分ですが、最初に記者会見のところでは松崎さんが30分、それから岡山さんと私と澤田さんが15分ずつ問題提起をすると、で30分ほどの質疑応答して10分休憩、あと総合討論ということで1時間ほどという予定にしております。じゃあ松崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日は受付で本が配られたんですが、その本は今日の、報告をまとめるメンバーなどが中心になって書いた本であって、まあ、今日の内容とそれから
まあ、本を出した、あの原稿を出した後、若干時間が経つので、新しいことも今日はあのいくつかあのお話しできると思います。で、今日はあの蓋を開けてください。はい、失礼。あの、まあ、ことの始まりはあの政府が8月17日にあのあれを出したんですね、全面広告といいますか、ま、真ん中のスイッチが後ろがつきます、はい、変な全面広告を出して、まあ、こういうあの、中川先生とそれから、国際機関の、まあ、代表の方の文章を載せたわけですね。で、まあ、これに対してよく読むとですね、あの、赤で囲ったところがそれぞれ問題があるということで、まあ、9割以上はあの問題があるということになって、あの、まあ、逐次反論みたいなのをあのまとめたわけです。で、まあ、いろいろあるんですけれども、あの、まあ、鼻血の問題とかもありますけれども、一番問題なのはあの、まあ、100ミリシーベルト以下はがんは増えないから大丈夫だとか、そういうわずかな被曝を、回避するためにかえってあのがんが増えたりしやすくなるということが一つ、まあ、問題点かな。でもう一つはあの甲状腺の問題ですね。であと、あの、そもそもこのまま何十年か、被爆、生鮮量被爆の場所に住んでて大丈夫かどうなのか、その辺 の、 あの論議なわけです。で、まあ、順番にいきますとですね、最初にあの、原爆被爆者の2世はあの、まあ、遺伝の障害がなかったというふうに、まあ、言い切ってるという文章がありまして、これはあのよく調べますとですね、あの、日本政府はその広報ではないって言い切ってます。で、防衛権はですね、実はあるかないかまだ分かんないんだと言ってるんです。で、どういうことかというと、防衛権ではあの被爆2世の方々の健康調査をして、がんが多いかどうかずっと調べてきたんですけれども、2007年時点で報告を出したんですね。でその時には結論はですね、今後さらに長期間の追跡調査が必要であると、結論を導くためには。ですから結論はまだ出てないわけです。で、これはあの防衛権のホームページに載ってる文章、赤線が強調部分ですけれども、まだその被爆2世の方々はその調査が終わった時点では平均年齢は47歳なので、これからあの中高年になっていろんな病気が増える、そこでどうなるかをあのはっきり見ないとまだ結論は出ないんだという、一応あの最もな見解を表明しているわけですね。で、実はあの被爆、放射線被爆で遺伝子損傷を受けた、で次の世代にはあの遺伝子損傷のうちの1割程度しか、まあ、発現しないだろう、残りの9割近くは2、3、4、 それ以降の世代に発現するだろうということがあの言われてます。で、原子力委員会が出している文書なんです。で、これはアンスケアが88年にですね、放射線の遺伝子障害リスクということで、第一世代には、自然発生では100万人から1万人出るけれども、100万人が10ミリシーベルトずつ被爆した場合、第一世代には、100万人から15人、それから第二世代には13人で、その後の世代をずっと足していくと100ということで、要はあの先ほど言ったように1割2割しかあの最初の、第一世代第二世代に出ないんだと。ほとんどはあのそれ以降の世代に出るから、まだ放射線の
電影影響があるかどうかっていうのは分かんないというような、まあ、科学的な立場であると。でこれは一人一人が10ミリシーベルトを受けた場合 の計算なわけですけれども、後で言いますけれども50ミリシーベルトくらい累積で受ける可能性はあるだろうと。そうするとこの、100万人から百数十人じゃなくて数百という、まあ、数になるだろうということになります。ですから、中川先生は、遺伝障害ないというふうに断言していますけれども、まだ遺伝学的には予測しうるだろうということになります。でそれからこれも途中で結構トピックになっていろいろ言われたことがあります。鼻血の問題ですね。で私はお医者さんの治療をガンガンやってそれでも鼻血が出た見たことがないというふうに言ってますけれども、まあ、実は放射性微粒子というのはですね、ちょうどタバコの煙の粒子と同じぐらいの本当に小さい粒子なんですね。でこれは日本の気象研究所 の先生が電子顕微鏡で見つけた放射性セシウムの微粒子なんですね。でこのちっちゃい、タバコの煙のように微細な一個一個の粒子にですね、まあ、セシウムが、結構入ってるわけです。で、矢ヶ崎先生の計算では小さい微粒子1個に500億個のセシウム原子が入ってるだろうと。でそのセシウム原子というのはですね、実は放射性セシウムはガンマ線だけじゃなくてベータ線も出すんです。まずベータ線を出してそれバリウム放射性バリウムに変わって、そしてガンマ線を出してアンテガトバリウムに変わるということですので、セシウムが、体内に入った時は近くの細胞にまずベータ線を出して近くの細胞を壊すと、そしてその後ガンマ線をビャッとこう外まで飛び出すというようなことになっているわけです。で矢ヶ崎先生の計算でいうと直径2マイクロメートルの微粒子が1個鼻の粘膜に付着したとすれば、小範囲に1時間で2マイミリグレーですね。で微粒子というのは何億個もある意味では鼻の粘膜に沈着するわけで、それを、まあ、何億倍かする必要があるということなので、ベータ線というのはこういうふうに組織を壊しますので、それで鼻血が出る理論的可能性だってあるだろうということも考えなければいけない。そういう可能性を考えないでそんなのあるはずがないというのは非常にその非科学的な立場であろう。で疫学調査も必要ですし、つまり鼻血 の頻度を地域別とか被爆診療別に見るとかですね、それから動物実験でそういうことが起きるかどうかということを確かめる必要があるだろうと思います。でもう一つ、これが一番のまあ批判のポイントですね。つまり100ミリシーベルト、それから10ミリシーベルトというのは被爆したってがんなんか増えたってほんのほんのちょっとだし増えるわけがないんだからということ、これが彼らの主張のメインです。で、100ミリシーベルト以下の被爆でがんが増えないというのはどうなのか。で今年の2月に政府が放射線リスクに関する基礎情報というのを出して、その中には、原爆被爆者の、追跡調査では1000ミリシーベルトで 50% くらいがんが癌死が増えるんだと、だけどもその10分の1の、被爆量では検出不可能なんだというような図を出してですね。でここにそれで野菜不足とか自動喫煙では100、200浴びた時と同じくらいのリスクになるから、そういうことで大したことはないんだと、他のライフスタイルを整えれば大丈夫なんだという言い方でやってるわけです。で問題はその原爆データを放映権が分析して、1000ミリシーベルトでがんが5割ぐらい死亡が増えますよっていうことを土台にしてですね、今 の世界中の放射線防護の基準が作られてるわけですね。それで100ミリ以下では大丈夫だと、10ミリでは全然大丈夫だと、それからそうすると、実際に20ミリ
ところに住んだっていいじゃないか、大丈夫だと。それから食べ物の基準もそれからややこしい計算をして、あ、全然大丈夫だということを言ってるわけです。これが今の彼らの体系ですけれども、し一番下の1000ミリを浴びて 50% 眼振が増えますよというのが違ってたら、過小評価だったらどうなるかということになります。で、政府はこういうふうに、まあ、言ってるわけです。で、私がいろいろ分析すると1から10でも優に癌が増えるだろうということになります。で、放射線の原爆データというのはですね、被爆のほとんどない人とたくさんある人を比べたっていうわけじゃなくて、後で澤田先生が触れると思いますけれども、内部被爆をほとんど無視して計算しているので、あんまり被爆の変わらない、集団を比べてしまったので、リスクが過小評価された。それから被爆の最初の5年は調査が行われなかったので、放射線に強い人だけが生き残った、その集団を追いかけている、そういうバイアスが2つあるだろうということで、相当過小評価になっているだろうということです。で、じゃあ過小評価かどうかは最近の研究ではどうなっているのかを示しますと、実は日本の原子力発電所の20万人の労働者の健康管理の調査なんですね。20年ぐらい前からずっとやってですね、その調査でどうも10ミリシーベルト被曝すると 3% ぐらい優位にがんが増えるようだということが報告されてるんですね。で、この報告書は誰でも今ところは入手できますけれども、この報告書では20万人を11年追跡して10ミリシーベルトでがん死が優位に 3% 増加しているという結果が出てしまったんですね。で、20年前は、一般国民よりも原発の労働者の方が健康だったんですけども、その後だんだん差がなくなって、2010年に発表された報告書ではどうもがんが 3% 一般国民より多くなっているんだということが報告されて、政府は困ってですね、酒とタバコをたしなむ労働者が多いからだという、嘘をついて、スルーしてるわけです、今のところね。で、これで10ミリシーベルトで 3% 眼振が増えるという一つの、データなわけです。で、もう一つは医療被曝ですね。つまり入院して病気になるとレントゲン、CT とかレントゲンとか血管取りとかいろんな検査をして医療放射線被曝を受けると。で、医療被曝というのは被曝量もきちんと分かるし、それからその後どうなったかっていう診断も割と正確なわけですので、原爆被爆者のデータよりは相当信頼性が高いというふうに言えるだろう。それから外部被爆が、ほとんどなわけですね、医療被爆というのは。そういうことですので、外部被爆だけの影響をはっきり表せるということです。で、カナダで8万人の人を、心筋梗塞になった後いろんな医療被爆検査を受けて追跡するとですね、どうも10ミリシーベルトレントゲン検査で被爆するごとに 3% ずつがんのリスクが増えてたというデータが11年に発表されたんですね。で、ちょうど20ミリだと 6% 増し、30ミリだと 9%、 40ミリだと 12% 増しという、ですから、で、10ミリ浴びると 3% がんのリスクが増えるんだよというのは、ちょうど日本の原発労働者の10ミリ浴びるとがん死のリスクが 3% 増えるんだよという同じ、数字になっちゃってるわけです。で、医療被曝データはこれだけじゃなくて、子どもの CT では 4.5 マイクロミリシーベルトの CT 被曝ごとに小児がんが 2割ずつ増えていたとか、それからもっともっと少ない線量ではどうかというと、自然放射線の、多いところと少ないところがあるんですけれども、それ別にイギリスの子どもの白血病 の発病リスクを見てみると、やっぱり5ミリを超えると1ミリごとに、白血病になりやすいリスクが 12% ずつちゃんと増えてるんだと。だから 1,2 ミリシーベルトでも、つまり5から10ミリシーベルトぐらいの被曝だって放射線に弱い子どもにとっては
がんを増やす原因になるんだということが分かったわけです。ですから以上のことをまとめますと、つまり60、40、20、15、それ以下でも放射線被曝を受ければそれなりにがんがちゃんと増えるんだよというデータはもう出ちゃってるんですね。ということは100ミリシーベルト以下 の放射線被曝でがんが増えるなんて分からんというふうにはもう、視野を切れなくなっている状態であります。で10ミリシーベルトでも放射線に弱い子どもさんとか、妊婦さんとかそういう人たちにとっては大きなリスクになるということが分かっています。ですから100ミリシーベルト以下の被曝でがんが増えるということは科学的真実として証明済みであったり、でもう一つはこれはまあさっきの話です。これはちょっとパスします。それから甲状腺がんです。甲状腺がんは被曝量少ないし、それから変身したからたくさん見つかったりするだけなんだというふうに政府は言ってますが、実はですね、WHO というこれも一応その、原子力村サイドの国際機関なわけですね。で、WHO はですね、今回の福島事故のあと甲状腺がんは増えるという予測を出してるんです。日本政府は増えないって広報してるわけですね。ということは我々も増えるんじゃないかっていうふうにいろいろ文句をつけてるわけですけれども、世界中では日本政府だけが甲状腺がんは増えないって言ってる、そういう状態です。 WHO でさえ増えるだろうっていうちゃんとした予測を出してる。これは公開された WHO の文書で出てる表ですけれど、グラフですけれども、濃い浪江町、薄い福島市で、甲状腺がんどれだけ増えるだろうかということがちゃんと計算して出してあるんですね。で100人あたり、0.0 何人です。だからですから10万人あたりだと1000倍すればいいですから、何十人かずつ増えるという、計算になる。で WHO だって甲状腺がんは増えるだろうというふうに言ってるわけです。でもう一つ問題なのは増えるのかもしれないけれども被曝して 1,2 年で増えるかというとっても素朴になっていますかね。医療関係者だったら普通そんなことないんじゃないって言うんですけれども、実はですねそれをしつこくしょうがないので調べたデータなんですね。どういうことかというと、ミニマムレイタンシーという英語のあれですけど、最短潜伏、つまりある放射線とか発がんの因子にさらされてどれくらいでがんが出るのかっていうの、なんでそういうことを面倒くさく検討する必要があったかというとですね、アメリカが911のテロの後ですね、周りに非常にその粉塵が飛び散って、で911テロのせいで俺はいろんなアスベストとかいろいろ化学物質とか重金属暴露でがんになったんじゃないかということで、いろんな裁判が起きた、保証を求める裁判が起きたということで、じゃあということでアメリカはですね、911のモニタリング&トリートメントプロジェクトというかそういう法律を作ったんですね。それでこれは去年の5月に改定されてますけれども、そこで大人と子ども、それからがんの種類で一番早くてどれくらいでがんは発生するのかというのを一応公式見解を出したんです。でどういうふうにするかというとですね、人間っていろんな現象、生物的な現象は最初ちょっと増えてきて、それがわーっと増えてきてまた平行に達するという、でわーっと増えてきて大体 50% のイベントが起きたところを大体平均の、だからそこで普通のがんは5年とかね10年かかりますよって言うんですけども、じゃあ立ち上がるグラフが立ち上がるのはいつかっていう時点をですね、いろいろ詳しく統計学的に分析したちょっと立ち上がり、ここからは増えてもいいんじゃないかという最短潜伏期を調べたらですね、こういうことを発表してですね、で大人だと、4年です。固形がんは4年経ったら、低線量被曝の後
4年目ぐらいから肝が増えてもいいんだと。子供は白血病とリンパ腫は 0.4 年ですから5ヶ月くらいですかね。それから上皮以外の固形がん、これは甲状腺がんも入りますけれども1年です。ですから被曝から1年経って新しく発見された甲状腺がんは、911のプロジェクトでは保証するんですということなので、アメリカの CDC がこういうふうなことで、保証するかどうか、金銭に絡むことを判断してですね、ですから1年といえば、今の、福島の甲状腺がんもほとんどがそれに該当しちゃうんじゃないかということになります。でもう一つはただいろいろなことは言いますけれども、ずっと前に調べたら高校と大学生ではやっぱり3000人1人ぐらいは触診でも見つかってるとかですね、それから福島県外の調査でも4000人ぐらいから1人ぐらい見つかってるから福島のリストと大体同じだし変わんないじゃないのとかっていうふうな、考えもあります。 で、で僕が一つ注目してるのはですね、甲状腺がんは女性に多いんですね、自然に発生だと。で自然発生でない、つまり放射線被曝の時は男女差がだんだんなくなってくるんです。で、アメリカでは自然発生の甲状腺がんはティーンエイジャーでは男女差 5.4 ですね、女性に5倍以上多いですね。ということでこの方がですね、デミチェックっていう人がベラルーシで自然発生の子どもの甲状腺がん、チェルノブイリで起きたと思われる甲状腺がん、それからがんの治療でこの辺に照射をされて甲状腺がんができたという時の性比を見たんですね。そうすると自然発生は4歳から15歳のくくりでは 2.5 倍、でチェルノブイリではのが原因だと思われば 1.6 倍で、医療被曝は 1.0 ということで、じゃあ福島では4歳から14歳の甲状腺がんの性比は 1.6 だったんです。ということはチェルノブイリ型になるわけですね。でもうちょっと大きくて15歳から18歳というくくりではベラルーシでは自然発生で6倍、6対1ですね。でチェルノブイリ型では 2.0 で、福島ではですね 1.1 なんです。ですから男女比だけを見るとどうもその今見つかってる福島の甲状腺、小児甲状腺がんというのは自然発生でなさそうなふうに僕は解釈してます。もっともっとたくさん症例が発見されないことを祈りますけれども、性比の問題は一つ見分ける鍵かもしれません。でもう一つそんなこと言ったって被曝量ずっと少ないんだから、甲状腺の透過線量っていうのはチェルノブイリと比べたらもう福島はもうほとんど15ミリシーベルトである。で最初言ったように100以下はがん出ないんだから出るはずないでしょということにも言うわけですね。でところがですね、チェルノブイリのちゃんとどれだけ甲状腺がんになった子供がどれだけ浴びてたのかを見るとですね、半数は100ミリシーベルト以下の被曝でも甲状腺がんになってるんですね。50以下とかですね、10以下でも甲状腺がんになってるんですね。ですから自然発生のが10位以下の部分にあるとしても、やっぱりこの3分の1の症例は、100ミリシーベルト未満の被曝で甲状腺がんにウクライナの子供でもなってるんですね。ですから線量が少ないからとかそういうことではどうも言えないだろうと。あとちょっと端折りますが、ですから今のところいろんなデータはあるけれども、医学的にはその被曝後1年ぐらいで甲状腺がんが子どもに見られてもいいだろうし、それから男女比ということも、それから被曝量が少なくてもチェルノブイリが起きたということを考えると、僕自身はやはりその今の発見されている福島の小児甲状腺がんは被曝と関係が相当強いんじゃないかと思う。ただ断定はできない、で増えないことを祈ります。来年からの調査でどん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 もっともっと甲状腺がんが見つかるということはない、そういうないことを祈るんですけれども、やはりきちんと調査をして甲状腺がんが発見されちゃった時にどういう治療が適当なのかということをもっともっと
突き詰めていく必要があるという、まあ、立場ですね。そして、もう一つ、まあ、被爆はわずかだと、わずかな被爆を避ける方がずっと害が大きいという言い方に対しては、一つのデータがあります。これはチェルノブイリのことも一生懸命やってらっしゃったシラプさんという人たちのグループがですね、日本の環境統計を利用してですね、死産と乳幼児死亡率をずっとプロットしてみたんですね。で、自然死産と出生後1年未満の乳児死亡をですね、環境統計がずっと拾い出して、で福島とか東日本以外の36 の、 都道府県の死亡率をのトレンドを見ると、大体まあ右肩下がりでですね、これは右肩下がりなのはまあ普通 の、 先進国の特徴なんですけどもなってます。で、311の時がこの青線ですね。でそれを境にしてなんかこの下がり方が変わるということはなかったわけですね。ところが、東北7県プラス、関東2県ぐらいですかね、それの、死産と出生後の1年未満の乳児死亡を見るとですね、事故の時にキュッと上がって、その後8ヶ月9ヶ月経ってからですね、トレンドが 5.2% 上がってるんですね、というように指摘している学者があります。ですからチェルノブイリでもやはりこの周産期死亡というのは、事故後の後にちょっと増えたということが示されています。で別に妊婦さんが100ミリシーベルト以上その多くの被爆をしているわけじゃないんだけども増えるっていうデータがあるわけですね。でお腹にその100ミリ以上浴びなければ胎児には悪いことは起きませんよっていう教科書には書いてあるんですけども、やっぱり違うんじゃないかということで、それからこれはベラルーシの子どもと大人が事故の後どんどん病気になりましたよ、100倍にも増えたっていうようなデータです。でただあの後ソ連が崩壊したので経済的に非常に混乱が起きたのでいろんな病気増えたっていいんじゃないのっていう、まあ、言い方はよくされるんです。でところがですね、その中でも小児がんの小児腫瘍の死亡率を実際のデータで見るとですね、 1.4 だ、10万人あたり 1.4 だったのが百何十まで増えてですね。で、経済的に貧困化してもすぐに 2,3 年経って小児がんがどんどん増えるっていうことは普通はないので、何かやっぱり発がん性の暴露があったんだろうと、グラフにするとこういうことなんですね。ですからチェルノブイリでがん小児の腫瘍が100倍ぐらいに増えたというデータがあると。でじゃあ福島でチェルノブイリほどの高度な被爆をしてないといったって、例えば被爆線量が10分の1にしたって10倍ぐらいはがんが増える、小児がんが増える危険だってあるんじゃないかというような解釈する必要もあるだろうということですね。で今後50年間にですね、累積で福島とか郡山では、25から50ミリシーベルトぐらいの累積被爆はするだろうというふうに予測されています。これはドイツのマックス・プランク研究所などのチームが出している試算なんですね。で50ミリシーベルト余計に被爆したら、最初に言いましたけども10ミリシーベルトで 3% ずつ大人のがんは増えるわけですから、10ミリで 3% がんが増えるとしたら、今の日本のがんのなり方から見ると100人から数人は余計に大人のがんは増えるだろうということになっちゃうんですね。ですから、今どんどんその、期間を進めてますけれども、50年間で数十ミリシーベルトを被爆するということの意味をですね、もう一回捉え直す必要があるだろうと思います。ですので、政府広報の、タイトルはですね、放射線についての正しい知識をというありますけれども、政府こそ
私自身と知っていいからということで一枚バッグで以上です。松崎さんどうもありがとうございました。なお松崎さんはお仕事の関係でですね、15時半にはこう走って羽田に飛んでいかないといけないという状況がありますので、私を含めてあと残り3名の問題提起、時間厳守よろしくお願いします。それじゃ あの次は岡山さん。中川氏は国際的にも100ミリシーベルト以下ではがんの増加は確認されていない。でチェルノブイリでも甲状腺がん以外は、若い人の甲状腺がん以外は何もなかったというふうに中川氏も政府、日本政府も言うわけです。でこの主張は国際原子力機関 IAEA と ICRP の報告を使って主張していますが、ICRP もの報告も、あるいは日本の全ての法令も100ミリシーベルト以下も放射線で発がんはないのではなくて、放射線の発がんはあるということを仮定して日本の法律は全て作られています。それから ICRP の報告もそういう前提で書かれています。で IAEA はチェルノブイリ事故で、若年者の甲状腺がん以外は確認されなかったという報告を出しているわけですけれども、IAEA はどのようにしてその結論を出したかというと、自分たちで調査活動をしていない、ね、世界中の著名な信用できる医学雑誌に出た論文を評価している。どういう評価の仕方をしているかというと、このような疾患がこのように増えたというだけではきちんとした評価はできないと。統計的にも明らかに増えたという論文だけを使って評価したんです。で統計的には確認できない、つまり、データの集め方とかいろいろありますから、統計的な確認まではしていないけれども、こんなに増えてきたというデータは山ほどあるわけですけれども、そのようなデータあるいは論文というのは、その論文だけで増えたということがきちんと確認できないので、そういう論文は存在していなかったこととみなしたんです。つまり論文が存在していないということは、そこで報告されている事実は存在しないというふうに決めたんですね。で決めたら、そうすると統計的にも確実にこの病気が増えているというもの以外は全部捨てましたから、あるかどうかわからないからこれから検討しようではなくて、そういうものはないというふうに決めましたから、存在してないというふうにしたんです。そうすると統計的にはっきりできる疾患というのは何も残らなかったんですね。それで初めの10年間は長期的な健康に対する被ばくの影響はないというふうに言い続けたんです。で、しかし子どもの小児がん、甲状腺がんなんてのは非常に少ないものですから、その少ないはずのものはどんどん見つかってきたということで、現場ではだいぶ問題になっていたんですけども、その時に IAEA はどういうふうに答えたかというと、検査をうんとしたから見つかったんだと、そういう今日本政府が言っている全く同じことを言った。で10年以上経ってからうんと数が増えて、そこで初めて甲状腺がんが増えたということを認めました。しかしそれも子どものがんが増えたことを認めただけで、大人の甲状腺がんは認めてないんです。数としては増えてるんだけれども、何倍にも増えてるんだけれども、統計的な処理で十分増えたということが確認できないということで、子どもの小児がんだけが、子どもの甲状腺がんだけが増えたということを10年して認めた。それ以外のがんに関して、あるいはそれ以外の病気に関しては相変わらず認めてないで現在に来ている。でこの IAEA の報告というのは、子どもの甲状腺がんしか認められないという報告ですから、それに対しては非常にたくさんの研究団体からあるいは研究者から批判が出ています。例えば国連の中にいろんな組織があるんですが、国連の人道問題調整事務所というところでは、チェルノブイリの自宅で甲状腺がん以外の、甲状腺以外の例えば肺がんとかいろんな臓器のがんがうんと増えていると。それからがんだけではなくて、例
例えば甲状腺を見た場合でも甲状腺でがんの呼吸だけじゃなくて甲状腺のいろんな疾患が甲状腺の中で起きているとこういうことを結論しています。だからウクライナの政府は膨大な報告書を出していますけれどもそれ以外にもドイツとかスイスとかヨーロッパのたくさんの研究グループがこのようなデータを出しています。甲状腺がんも増えてるんだけどもそれ以外のもうほとんど全てというがんが増えていると。それからそのがんとは別に循環器疾患とかあるいは呼吸器疾患とか他のいろんな病気が増えていると。それからもう一つは1000件以上が増えている。それから子供が生まれる時に低体重の子供が多い。それから発育前になるとこういう調査論文がもうたくさんあります。でこれは全部 IAEA が認めてなかったものを認めてるというわけですから IAEA の見解に対する完全なその批判的な論文になります。でこういうバックグラウンドがあるわけですけれども政府はこのうち国際原子力機関の IAEA の報告に基づいてそれを基本的なベースとして考え方と方針を立てています。で IAEA は若年者の甲状腺がん以外には確定されるものはなかったという表現をしているんですね。でこれ自身が非常に過小評価だというのは今お話ししましたけれどもで日本政府はこの IAEA のこの報告を使ってこういう読み方をしているんです。若年者の甲状腺がん以外の影響はないということが確定したとこの報告を使ってですねこれは完全にこの報告の嘘の読み方です。ここまでのところをまとめますと日本の政府はどういうふうに考えているかというとチェルノブイリの被爆で甲状腺がん以外は字が間違っています健康障害がないということが確定しているとこれが今言った嘘の読み方です。そしてそれ以外のことはないのだからもしそれ以外の病気が出てきたらそれは放射線の被爆が原因ではないと他のことが原因だと。いや何かというとそれは精神的なストレスだというんですね。放射線の被爆が原因かどうかということに対してはものすごく厳密な証明を要求するのに精神的なストレスというのは簡単にストンっていくんです。こういう決め方をしています。そうすると被爆で、子どもの甲状腺がんが増えるということはあるんだけどもそれは非常に初期の 1,2 ヶ月の間の放射性要素の被爆なだけですからその後はもう関係ないと。そうすると今更被爆対策を被爆を少なくする意味はないのだと。そうするとこれからいろんなことが起きてくればそれは被爆のせいではなくて精神的なストレスだからそうすると政府とか自治体がやるべきことは被爆を避けるということではなくて精神的なストレスがないようにこれくらい心配するなというふうに安心させることが一番やるべきことだ。これが日本政府の正式の考え方です。そしていろんな規制とか測定してますけれどもこれもこういう測定例えば毒物の測定といえば毒を取らないために汚染されているものを取らないために測定しますから一番高そうなものを狙って測定するわけですけれども放射線に関してはそうではないですね。低いものを狙って測定しています。そしてもし高く出てしまった時にはこれくらいは心配しなくていいのだと。なぜかといえば初めの基準がうんと厳密に必要以上に厳しい基準を取っているのだからそれくらい基準必要ないとこういう説明を必ず言います。それからもう一つは高いものが出てきた時にもう一度測り直していくつかサンプルを取って低いものを発表しています。これは私直接聞いてます。そのソースを言うとその人に迷惑かかるとは言えませんけれどもこういうことがかなり一般的にされてますね。ということで要するに安心させることが目的だから安心するのに都合のいいデータを作って発表するこれが基本です。でもう一つはストレスを増やさないために不安を煽るような不安になるようなことは言ってはいけないと。不安を煽るような行動をしてはいけないと。話題にしてもいけないと。これが政府がやるべきポイントの一つです。これも正式に言っています。
こういう考え方のもとにどういうことをやって被爆対策としてやってきたかというと、要するに被爆を少なくすることではなくて、むしろ被爆回避する努力を妨げてきた。例えばこういうことです。原発事故が起きて次の日に20キロ以内の人は避難しろというふうに指示を出しました。その時に20キロより遠いところは慌てるな、落ち着けと、家に留まれと言って自主的に避難することを妨げました。例えば飯舘村は2週間後に初めて政府は自主的な避難をしてもよろしいと言ったんです。それまで自主的な避難をするなと言い続けてたんです。それで2週間もろに被爆させ続けたんですね。そういうこともあります。それからもう一つはスピーディーもそうですけれども、普通の天気予報でいいのです。今日これくらい放射能のほこりが出てると、それ風向きはどっちだと、これだけ発表するだけで風下の人はうんと対策が取れます。これ私やってほしいというふうに言ったけれども、もうついにやりません。今もやりません。それから気象学会というところでも不正確なデータを知らせると不安を作る原因になるから、福島原発の上空の風向きはしばらく発表しないようにという、こういうことを出しました。それで、不安定な不確実なといえば、天気予報というのは先のことですから、みんな不確実です。それから原発の埃と同じようなことは、実は火山、例えば桜島の爆発のあった時にはこれ天気予報でやってるんです。火山灰がどっちに飛ぶかということ、全く同じことなんです。それをやったり、しかしそれをついにやりません。それから被爆を話題にすることとか、あるいはマスクすること自体が大げさで不安をかきたてる材料だろうということは、これが非難の対象になりました。それでこういう経過があって、だけど放射能はどんどん溜まってくるわけです。そうすると放射能というのは非常に有害だから、非常に厳しく法律で、規制されています。そうするとその規制通りに処分することができなくなりました。それで政府はどういうふうなことをやったかというと、特措法、特別措置法というのを作ったんです。特別というのは要するに他のところでは法律通りやるんだけども、福島原発の事故で起きた放射能に関しては今までの法律通りの基準ではなくて、今までの法律通りの基準は守らなくていいということで別の基準を作ったんですね。特別措置法というのはそういう意味です。で、一番 その代表的なのはこういうことです。今まではキログラムあたり100ベクレルを超すものは勝手に普通のゴミとして捨ててはいけないというふうに決まってたんですね。で、ところが1キログラム8000ベクレルまでは普通のゴミと同じように埋め立て処分をすると。日本のゴミは大体埋め立て処分ですから、燃やして量石を少なして埋め立て処分する、それと同じように埋め立て処分しなさいということです。で、今までの法律では100ベクレル以上はそういうことしていけない。それから1キログラムあたり1000ベクレルになったら、これは法律の言葉として放射性物質的に規定されて、それは極めて厳重な管理することが要求されます。ドラム管理だけではなくて、特別の施設に入れて、出たり入ったり全部チェックされて、それから時間ごとにどういうふうにその放射能が減っていくか、そしてちゃんと最終的にはどういう処分するか、ものすごく厳密にこれは管理されています。それを破ったり、意図的に破ったらもうこれは犯罪ですし、それから意図的でなくてもミスがあって間違って捨ててしまったと言ったら、これは相当強い処分がきます。それを繰り返したり 2,3 回繰り返したり、あるいは意図的にそういうことをやったら、もうこれは重大処分で、その所長はおそらくクビになるし、立件されるかもしれません。それからその事業所っていうのはおそらく長期間の事業停止になると思います。それくらいの改正で、放射性物質というのは管理されている。それでこれは規制が甘くなったという意味で、ちょっと考えるわけですけれども、これはそうじゃないんですね。この規制は何のためにやっているかというと、人が放射能で汚染されない、被爆しないためにこういう法律を作っております。だから別の言葉で言えば、日本に住んでいる人は
100ベクレル、キログラム100ベクレル以上の放射性物質で被爆しないということが法律によって保障されていたんです。ところが関東地方と南東北地方の人はこれは例外であると、あなたたちは例外であって普通の日本人が保障されているような安全はもう保障しないのだと、これ宣言されたわけです。それがこの特別措置法の中身です。ところが8000ベクレル法律で決めたからこれいいんだよと言ったら、まるでそれが安全の基準であるかのような説明をしています。そしてこういう法律が存在していることを言いません。しかもこれは昔じゃなくて今でも福島第一原発の放射性のゴミ以外は他の原発でもあるいは大学でも放射能を使っている医療機関のどこでもですね、今でもこの基準でやっているんです。これを一切言わないです。でこれは食べ物について言うとこういうことです。食品衛生法というのがあって毒物に関しては非常に厳しく管理しています。そして、それはいろんな実験をやって毎日その毒性の物質を食べ続けても、で食べ続けた時にようやく反応が出始める、それの大体100分の1くらいのところで規制してるんですね。だからその10倍食べても何も起きないんです。100倍食べたらそれも食べ続けたら害が出るかもしれない、そういうレベルで規制してるわけですね。だから毒物と確定してないけどもしかして有毒かもしれないというものに関しては有毒な物質を製造販売を禁止するんじゃなくて、有毒な疑いがあるものはもうここの時点で製造販売禁止です。しかし今度の福島事故が起きた後は食品の放射能に関してはもう有毒だということは分かってるわけですから、こういうふうなことをその専門家あるいは政府筋は言ってます。これくらい食べたってどうってことないんだと、それ毒の作用が出るかどうか分かんないようなレベルまで心配するのは非科学的だと、それくらい食べろと言ってるんですね。ところがギリギリのとこまで食べたらもうこれ毒って分かるわけですから、そんなとこまで食べてはいけないわけです。安全基準ってのはそういうものではないです。そうするともしこういうことが通るのであれば食べ物だけではなくて全ての安全基準がなくなります。で、食品の汚染が非常に進んだときに特に子供を持った母親なんてのはそうですけども、それに限らず危ない放射能のものは食べたくないと当然みんな考えます。だからスーパーに行って例えば福島さんだとかね、栃木さんだとか宮城さんっていうのはかなり敬遠されたわけですね。ところが敬遠されて売れ残ってるんだけれどもほとんど廃棄されてないです。それから福島産の農産物の出荷額はほとんど減っていないんです。だいたい 20-30% ですね。米に関しては 5% 減っただけですね、2011年で。だからほとんどのものはだってだいたい廃棄されてるって話聞きませんでしょ。だから全部どっかで売られて消費されて誰かが食べてるんです。でそれを食べるためにはどういうふうなことをやってるかというと、消費者がこれは汚染されたところで作られているかどうかということを分からなくさせる、これが一番目です。まず産地表示を曖昧にしました。今までは例えば仙台産とかね、横浜産と書いてあったの、それが記号表示で良くなりました、うん、ABC の5584とかね、うん、だからその場で分からない、どっちでもいいという。それから産地が普通は町の名前で書いてるんですけど、国産という表示が OK になりました。今たくさんありますね。例えば宮崎産の米の隣に国産米っていうのがあるわけです、はい、それからもう一つは、加工業者にうんと安くしてこれを売ってますね。そうするともう混ぜてしまうと何だか分からなくなっちゃいますね。それで一番これは簡単なのは、汚染されているものは初めから生産させない、流通させない、そしてその分ちゃんと保証する、これをやればいいわけだけれども、それをやっていません。保証することになったらどういう保証をするようになったかというと、作って売れ残った分を保証する、売った時に値段が安くなった分を保証する。だから農家の人は作るのが嫌だと思っても作らないと保証金入りませんから作ります。それ作ってる間にやっぱりいやこれくらい大丈夫だよと言いたくなってきますね。そういう状況がずっと続いてきていました。それでもたくさんのものが余ります。もう一つやったのは、これが非常に私は嫌な話ですけれども、
学校の給食で強制して食べさせてるんです。それで文部科学省は2011年の7月に質問が出た時にこういう答えをしています。今流通している市場で流通している食材は暫定基準を達したものばかりであると。暫定基準というのは 1kg 当たり 500ml それ以下のものであるから、もうそれ以上に学校給食だからといって特別の体制を取る必要はないと、まあ、体制を取る必要ないというのは体制を取るなということなんですけども、そうすると親が子供には注意しても学校給食で食べさせられてしまう。そうすると学校給食食べるの嫌だから弁当を持ってきたいというと、こういうのが答えです。食べないという勝手は認めない。なぜかというと給食というのは教育の一環である、残さず食べる教育を続けると。いや、それから宮城県とか福島県、その汚染された地域では地産地消、これは被爆原発の事故の前からあるわけですけれども、これがさらに強化されますね。地産地消、そうそう、あ、そうですか、はい、あ、すいません、はい、ということで、じゃあこの話を3分でやります。鼻血が出るということに関して3分じゃダメです、オーバーですよ。あ、そうですか、いや、あ、ごめんなさい、もっと聞きたいです、はい、じゃあ、まあ、どうぞ、はい、じゃあ、鼻血が出るというか、先ほど松崎先生お話ありましたけれども、鼻血が出ないだろうという論拠を立てることができます。それから鼻血が出たらなぜ鼻血が出るかという論拠を立てることができます。しかしこれは推測でしかないですね。一番簡単なのは出たか出ないかを調べることです。これは病院とか団体がやることは難しいです。しかし学校単位で鼻血が出たかどうかをきちんと回収率 90% であれば非常に簡単です。私は山下先生に直接それをやってくれませんかということを要望しました。山下先生の答えはこの程度の被曝で鼻血が出ないということは分かっているからやる必要はないと、これが答えでした。それから中川先生もその出ないというんですけども、これは微粒子によって出るという可能性を全く考えていません。だからそれも考えに否定する、まあ、どんなことですね。じゃあ最後までちょっといきます。ということで最終的には、今政府のやってる被爆対策というのは不十分なのではないんです。不十分なのではなくてやる必要がないと。むしろ被爆対策をやることがストレスを大きくするからむしろやることはダメだというのは基本的な立場です。だから不十分だからもっとしっかりやるではなくて、この基本的なスタンスそのものが問題です。そうすると被爆を減らすためにはまずそれに当たっている担当者責任者というのは人を偽ることをやめなさい。被爆を減らすという真面目な目標で取り組むことをすることです。これが基本です。初めからそのつもりがなくて被爆を下げることをできません。それからこういう偽りがどん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 ある中で発言の自由と安全が今特に福島なんかも本当にありません。自由とは安全に発言ができる状況、そういう社会、それから言葉が機能する健全な社会を作る、これが一番基本的だと私は考えています。どうもありがとうございました。そうしましたら続きまして私が喋らせていただきます。私は食べ物、内部被曝は食べ物と呼吸で問題になるわけですけれども、食べ物の関連を具体的にいかにデタラメを政府がやっているかということをお話したいと思います。政府に重用される SF 科学者による ICRP の SF 科学理論に基づく国のずさんな放射能汚染食品対策ということで、まあ、政府が基本姿勢どんなのかということ、特に農林水産省と厚労省のことを取り上げ、毎日10ベクレルずつ食べたらどうなるのということでまとめをしたいと思います。
問題の暫定寄生種というのをこしらえてすぐあの柿苗なんかが引っかかって出荷停止になりましたけども、これですね、100ベクレルを超えたら原発の中では入れなきゃいけない。まあ、あのだから500ベクレルまでいいって言ったわけですから、散々そういうものをあのドラム缶の中で厳重に保管しなきゃいけないものを食べさせられたわけです。農水大臣は4月28日に福島県など東北の被災地の食品を食べて応援しようっていうのをキャンペーンを始めて、今もそれを続けてます。まあ、地震と津波だけでしたらこれは涙が出るほどのありがたいキャンペーンだと思いますけれども、放射能を帯びた食べ物がということを考えると許せない問題がありますね。で、厚労省の基本姿勢、食品の安全の嘘、厚労省などがリーフレットを出してますけれど、まあ、インターネットで見られますが、これを見ると月々平均1万8000件を調べてる。で、基準を超えたら出荷制限してるから安心してください。原発から出たセシウム137段の内部被曝は自然のカリウム40と比べたら全然ちゃんちゃらなレベルなので問題ないよと。だからずっと食べ続けても基準値以下のやつは大丈夫ですと言ってるわけですけれども、いかにこれが嘘っぱちかということです。2011年に決めた暫定規制値ではヨウ素、セシウム、これはベータ線、ガンマ線を出しますけれども、これとウラン、アルファ、ベータ、ガンマ出す、それからプルトニウムなどアルファ線を主に出すという4つのグループを暫定規制値としてその基準値を設けたわけですけれども、実際に調べてということはヨウ素とセシウムしかその決めませんでした。しかもガンマ線だけです。内部被曝で問題になるベータ線は全然調べていません。12年の4月からの新基準値ではその紙の上ではセシウムだけじゃなくてプルトニウムとかストロンチウムも含まっていると、それも考慮に入れて計算をしたと。セシウム137が1だったらストロンチウム9だったら1000分の3だけストロンチウムがあるよということで計算してある。でちゃんとそれで1ミリシーベルト年以下になってんだから安心しなさいというわけですけれども、実際にはセシウムだけしか調べてない、しかもガンマ線しか調べてない。まあ、この図は今日の主題じゃないので飛ばしますけれども、でじゃあその田んぼとか畑の土壌の汚染がどうなって、それと作物栽培はということで言うと、田んぼだけはセシウムの濃度が土壌キログラムあたり5000ベクレルを超えたら栽培してはいけませんということになってます。でもちょっと待ってくださいよと、平米あたりでベクレルやったら98万ベクレルです。原発の中では放射線管理区域のその10度の方で D 区域、これ40万ベクレル超えたらああいう格好しなきゃいけないわけですが、そういうところで5000ベクレルいたなかったら栽培をして生活をさせるっていうとんでもないことをしてるわけですね。で、デタラメはこういうことにも表れてます。新基準値は500ベクレルだったのが100ベクレルでいいよって、お米とか野菜とかいうことにしたら5000ベクレルじゃなくて土壌の汚染も5分の1にせにはいけないと思うんですけど、そういうこと全然やりません。それから次の図でお示ししますけども、意図的に土壌の汚染が低く見せようとしている。これはあの霞ヶ浦の近くに私住んでるわけですけども、あの土壌の汚染の程度が色別に示してあります。まあ、数値も出てますけど、そうするとデタラメなんですよ。例えばこれつくば市ですけど、南は濃いですよね、汚染が薄いとこしか、ここにしか田んぼないわけじゃないんですよ。で、市町村
1箇所か2箇所しか調べてないんです。私の住んでる土浦市、これ南の方高いわけですけど、低いとこしか調べてない。阿見町、こんなひどいとこあるわけで、そこを外して調べてね。みんなそんなことばっかりやって、意図的ですから、レベルに達しなかったから土壌の汚染が、栽培してもいいですよって言っても当てにならないことになるし、で低汚染地帯だけを調べようってかなり問題ですね、これ。でそういうことだけじゃなくて、それ以上に汚染地域の農業は、さっきのその D 区域もそうですけど、私が住んでるところも実は原発の中だったら C 区域で、こう軽装備ですけどしないといけないところなんです。本当はそこへ子供も妊婦さんも住んでるわけです。被生地の二重基準っていう歴史もあります。チェルノブイリの事故が起きた時に、年間被爆限度は5ミリシーベルトして、これはまあ勝手に ICRP が決めてるわけだけど、政府もそれに従って、とヨーロッパなどから汚染食品が入ってくるといけないからっていうので、いろいろな要因を計算して、セシウムについて言えば370ベクレルパーキログラムを超えたら輸入禁止としたわけです。ところがその2001年から1ミリシーベルトにその微爆限度年を下げたわけですよ。だったら輸入のやつも5分の1にしなきゃいけないと思うんですけど、そういうことはしません。しかも事故が起きたら5000ベクレルまで食べていいよ。身勝手なご都合主義の最たるなんですね、これね。だからいっぱい調べてるんだからと言うけれど、見てください。現在福島県でさえ毎日120件しか平均して、これは全農林水産物含まってるんです。海も山も。ですから生協などが調べてやってるのは別として、そうでない店頭に並んでいる食品のほとんどは非検査食品ということになりますね。しかも最近東電の発表ですから、少なくともこれよりは多いはずですけど、毎日セシウムが20億ベクレル、ストロンチウム90が48億ベクレル海に流出しているんです。さっき示したその新基準値の時には、セシウムが1ならストロンチウムは 0.003 だけ入ってるっていう計算にしてるわけです。見てください、セシウムよりストロンチウムがずっと多く海に出てるわけです。現在だん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 、今でも心配ですけど、より以上心配になりますね、解散です。で14件が出荷制限になってるものもある。で福島についてはこういうこともあります。これはその切り干し大根を作るのに、畑で採れた大根はきれいです。だけど1週間ほどして切り干し大根にすると、もう出荷制限になってしまう。で県の農業総合センターが調べたら、風の吹きだまりとか風がよく通るところなんかでやると3000ベクレルとかね、なんかって言って、そのいっぱい汚染されてしまうわけです、切り干し大根。ということは風に舞って砂塵とともに地表から舞い上がってるわけです。しかも現在でも福島原発からは毎日 2.4 億ベクレルが空中に放出していると。これも当てにならない数値ですけど、これより少ないってことはありえない。で時間がですので、駆け足でいきますけど、それならその自然の放射性物質と人工のものとではどうなのっていうので見ると、自然の核種っていうのはちっちゃいんですね。それで体の中に入っても点在してます。人工核種は臓器に行きやすい。で流径100ナノメートル、これは実はこれより小さい粒子ではね、ごめんなさい、粒子であれば容易にその肺胞や消化管から血液の中に入る大きさです。でそれとその自然の放射性物質の大きい方のものと比べると、自然の放射性物質の大きい方を線香花火一粒の火の玉としたら、体の中に入ってお腹の塔は通り過ぎちゃいますけど、その
まあ、これより大きければね、ですけどこれより小さかったら肺胞や消化管から血液に入りますから、それは460万倍ってことは、セシウムとかなんかのそのホットパーティクルがもし体の中に入って血液に行っちゃったら、線香花火460万本が一つでですよというくらいのそのエネルギーの違いがあるということになる、大雑把な計算ですよね。まあ、あの、あれ、で 0.5 から 2.5 マイクロくらいの大きさのものだと血液に入らないけれども呼吸しちゃったら肺に行って引っかかっていろんな悪さをしうるという、まあ時間がないので駆け足で、あの後で映像を撮ってる方がおられますからお家でご覧になっていただければと思いますけれども、その自然の放射性カリウム、これはただのカリウムは必須元素ですから、で地球上のあらゆる物体に入ってるわけで、食べ物を食べれば私たちもそれを取るわけですけど、混ざって放射性カリウムが入ってしまうわけですが、あの結論だけ言うと1年間に1細胞あたりその2発当たるだけと、これはあの課題評価なんですけど、飛距離が10ミリで計算してありますけど、大方は1から3ミリ、今日皆さんにお手元に言ってるやつは1ミリと書いてあると思いますけど、いろいろ調べると一番大きいのは10ミリ飛ぶよと体の中だったので、あの過小評価じゃなくて課題評価でやってもこういうことになりますよと、実際ではもう少し少ない0.1 発ぐらいになってしまうと思いますけど、この計算でももう少し詳しく。で次の図で進化と関係があるんだよと、その放射線に対するんですね。まあ、あの35億年前に卵巣類ができました。これは黒い土っていうのが一時期騒がれましたけど、これですね、放射能をいっぱい吸い込んでしまう抵抗性があるやつですけど、で脊椎動物が出てきたりなんかしても4億8000万年くらい前まではまだ海の中です。それは紫外線やらさまざまな自然放射線があって陸の上では暮らせなかったわけですけど、だんだん暮らせるようになったよと。で霊長類のホモサピエンス、悪さいっぱいしてますけれども、とにかくあの今この世にいる生物はある程度放射線に対して自然の放射線に対して適応性がないと生きていけないと、子孫も残せないということで種として耐えてしまうということがあると思います。じゃあ毎日10ベクレルずつ食べたらということですが、あの食品と暮らしの安全基金が、まあ、この他にも調査に行っていっぱい情報ありますけれども、2012年9月の調査だとウクライナでは毎日10ベクレルでも子どもたちがずっと食べると7割以上の子どもに複数 の病気が出ている、いろいろなという情報があります。日本政府は内部被曝極端に軽視しちゃってるわけで、本当ならそのゼロがいいわけですけども、乳児やら青少年はその1キログラムあたり1ベクレル以下、成人も4ベクレル以下ぐらいなことを考えてやらないといけないんだろうと思います。で余談みたいなことになるか大事なことだと思うんですが、これは友永慎一郎さんが作った唯一の色紙なんですけど、あの人たちにぜひ読ませたい、不思議だと思わなきゃいけないわけですよ本当はね。不思議だと思うこと、これが科学の目です。よく観察して確かめ、そして考えること、これが科学の茎です。そうして最後に謎が解ける、これが科学の花ですいうことなわけですけど、こういうことを全然あの人たちは考えないで最初に出ちゃいましたけど、国は住民を過疎地に移住させ安全な食料大生産をと、子供を守る政策をと、その基本としては国は150億年の宇宙の歴史を踏まえ個々の生き物を動的平衡関係にある小宇宙として総合的動的に見て政策決定しなさいと、そうすれば今みたいな機敏政策は起きえないと思うんですけれど、
動的平衡とかなんか説明の時間がないので省略ですが、これにて終わります。ありがとうございました。じゃあ続きまして澤田さんお願いします。それでは最後の報告になるかもしれないんですけど、実は今までお話になったことは日本の被爆者の問題とも関係していますし、核兵器の問題とも密接に関係しているんですね。そういう問題と関連していて、そして放射線の被爆の影響を過小評価する、そういう体制が国際的に作られてしまっているわけですね。で、核兵器を持っている国々がそういう分野の研究者をたくさん育てているわけです。そうするとそういう分野の研究者は核政策にほとんど従属して育ってきているので、国際的なそういう放射線の影響学会なんかもですね、ちゃんと先ほどの批判的ないろんな事実に基づいた論文を書いてもですね、これは従来 の常識とはずれてるからということで掲載を拒否されるということが未だにまだ続いています。日本の中でも放射線の影響学会なんかがなかなかそういう方向に行かないわけですね。先ほど一番最初に島薗さんが日本学術会議の中で分科会を作って議論されてますけど、そこに集まっているのは専門家じゃない文化系の人たちが中心なわけですよね。そして本当は日本の放射線影響の研究者たちが中心になって、下田さんが作られたようなそういう文化会を作って、でそこでちゃんと被爆影響を科学的に明らかになったことを国民に知らせるという役割をしなきゃいけないんですけど、全くそうではないんですよね。あと討論の中でその辺についてどうやったらいいかということを皆さんと討論したいと思いますけど、ということで私は核兵器政策に従属した放射線被爆研究体制、それを今をきっかけにしてこれを正していくということがすごく大事だと、とりわけそれは科学者に課せられたすごく重要な課題だと思っているので、そういう視点からお話ししようと思います。で、ここにありますようにですね、被爆者を調査するのは1947年にトルマン大統領がですね、これからソ連との間で核戦争を起こす可能性がある、だから放射線の影響、その時に核兵器を使った時にその放射線の影響がどのぐらいあるかということを調べなきゃいけない、それを調べるためにはちょうどいい広島と長崎にたくさんの被爆者がいるから、それを調べれば役に立つだろうということで、広島と長崎にですね ADCC 原爆放射線障害を調べる委員会を設置しました。で、そこは核兵器を使った時にピカッと光った原爆のところからやってきた放射線の外からの影響、瞬間的な影響が関心があるわけですね。放射性が高化物のようにですね、島でちゃんと降ってきて、そして内部爆発してじわじわと後からいろんな言い方やるような、そういうことにはあんまり関心がないわけです。ということで ABCC は放射線の初期放射線の1分以内、1分以内の放射線の影響を調べることに重点を置きました。そして残留放射線というのはキノコ雲、このキノコ雲というのは放射性微粒子が爆発して作られて、その放射性微粒子に大気管中の水分が付着して水滴ができて原子雲ができるわけです。で、それがずっと広がっていって、黒い雨というのは有名ですけど、雨粒が大きいですから下まで落ちてきます。
ところが横に広がった雨粒の小さいものはほとんどが途中で蒸発します。こっちの方が数多いわけです。そして落ちてくる途中で蒸発しますから元の放射線微粒子に戻ります。でもそれは被爆者は気がついていません。でも呼吸で取り込みます。そうすると内部被爆をするわけですけど、そういうことは物理的に測定ではわからないですよね。でそれを明らかにするのは結局被爆者の中でどういう病気が起こったかということから逆算して明らかにする以外に方法がないわけです。ということで私はそれをやっているんですけど、そういうことをやっている研究者はほとんど世界中探しても未だにいないというすごく残念なこと。この問題が原発事故を起こった時の放射線の内部被爆の問題に絡んでいるんですね。ということで残量線というのは1分以後ですけど、主に放射性効果物ですけど、爆心地に近いところは初期放射線の中性子が地上の物質を誘導して放射性物質に変えてます。でずっと放射線出し続けますから、救援活動で朝から入ってきた人たちもそれに浴びて入試被爆者としていろんな病気になるわけですよね。で実はこの放射性供給所はこういう遠距離の被爆者が放射性効果物に影響を受けますし、まあ、近距離でも受けてるんですけど遠距離の人はそれしか受けてないわけですね。初期放射線浴びてません。入試被爆者も初期放射線浴びてないわけです。だから彼らは被爆をしてない。そして彼らとこの被爆心地近くで初期放射線浴びたそういう人たちを比較してどれだけ影響があるかという研究をやってきているわけです。これ未だにそうです。1975年に ABCC が閉鎖されて放射性共研究所になって日米共同盟になりました。ですけどこの研究方針は未だに続いているということですね。で実はそういう研究結果がですね、国際原子力機構 IAEA とか、それから国連の科学委員会とか、それからこれは民間組織だということですけど国際放射線防護委員会というところにこの研究データがそのままいってるわけです。そして過小評価した内部被爆を全然考えない、そういう内部被爆の特質を全然無視したそういう研究体制が国際的に作られていて、でそういうところに委員として日本から送られるのは厚生省から推薦された科学者が行きますから、そういう核政策に従属したそういう委員会が作られているわけです。そしてそういう人たちが日本に帰ってくれば日本の学会の中で会長になっているようなことで放射性教学の会長とかなんかで牛耳るわけですね。でそれからこの研究所で出身直下の出身した人たちがそういう研究分野を牛耳ってるわけです。ということで日本の放射性教学会全体としてもそういう影響力がすごく強くて、そしてここがいろんな科学データを出しますから、それを放射性の影響の研究者のすごく民主的で核兵器なんかにも一生懸命反対しているような真面目な研究者もそれにやられてしまうという状況が続いているわけですね。それを直していかなきゃいけないという課題がすごくあって、これは科学者の重要な責任だと思っています。で、そういうことを批判する委員会がヨーロッパリスク委員会 ECRR というのができていまして、それがずっと1997年からずっと批判をし続けてきています。で、ここは内部被爆が大事だということを盛んに主張しているわけですね。それから被爆者が自分の病気が原爆の放射線の影響だったということが分かってきますと、厚生省に申請して原爆症だということを認定してもらいたいということを申請するわけですけど、今20万人ちょっと切りましたけど、20万人の被爆者の中で2000人余りしか認められないという状況がずっと続いていましたけど、裁判でそれを認めなさいという裁判がずっと続いてきました。で、私はその裁判に関わるようになったものですから、私の専門は素粒子物理学という先ほどの友永慎一郎先生とか湯川秀樹先生と一緒になって素粒子の物理学を研究してきたんですよね。で、定年退職して2年ぐらい経ってからこういう訴訟に関わったものだから、でそういうものを まともに研究してないということで、この訴訟に関わるということで必要性から内部被爆の問題を研究するようになったんですけど、そういうことでそういう従来の世界的に有名な科学者、放射線の研究者や日本で学会の会長をやっているような人たちとは違った立場から、事実を踏まえて被爆者の立場からそれを研究するということをやってきたんですね。で、その研究結果を裁判の中でやるわけです。国側はそういういわゆる御用学者を証人として出してくるわけですね。で、被爆者の側は私なんかが証言をして自分の研究したことをやるわけです。で、裁判の中で論争するわけですが、
そうするとこちら側が事実を踏まえてやるものから勝つわけです。ということで、もう30以上の判決で私たちの主張を判決は認めてくれるわけですね。ところが厚生労働省はその判決に従わないということをやってみますし、厚生労働省の周りにはそういういわゆる防衛学者がたくさんいまして、先日その35人のもうそういうこういういろんな色に委員会に出ているような人たちも含めて、あの裁判で間違った判決をするのは誤ったことを人々に伝えるのでけしからんという意見書を出しているんです。だから僕はその35人というのは護衛学者の名簿だと言ってるそういう状況が今まだあるわけです。そこを直していくというのは科学者だけの力じゃダメで、市民と一緒になって運動していかなきゃいけないなと思っているところなんですね。ということで市民と科学者の内部力問題研究会なんかも作ってるわけですけど、ということで内部力を重視する研究をやってきたことをちょっとお話ししようと思います。で、実はあの国際保全防護委員会というのが1947年ぐらいからスタートしてるわけですけど、その委員会の中にいろんな分科会があります。とりわけ内部被曝の問題を研究する分科会の委員長をずっとカール・モーガンさんという人が初めからずっとあの続けてきたんですね。で、彼が自分が辞めた時にあの本を書きました。で、その本が翻訳されたんですけど、そこの中にはこの保全防護委員会といかに原子力産業とか、それからアメリカの原子力委員会の核兵器を作っているところですけど、そういうところからすごく圧力をかけられてきて、ねじ曲げられてきたかということを一生懸命あの喋ってます。そして退職して辞めた、自分たちの分科会のナビバク問題分科会は研究した結果発表を禁止されていた。で、退職した後はあのアメリカの核実験で被害を受けた人たちが裁判を起こしている、その裁判をサポートするという活動をやってますので、裁判長からお褒めの言葉をもらったなんていうと本にも書いてますけど、まあ、そういう状況が内部告発としてあります。それからこれはあの2011年の12月28日に NHK が放映しましたけど、いろいろ停戦量被曝国際基準というのをやりました。実はこのディレクターの人が名古屋まで来て一生懸命勉強して、そして事実を踏まえて放映してくださったので、あと日本原子力学会のたくさんの 100人を超える人たちがこの NHK に抗議を申し込んだんですね事実に反するという。だけど彼らの方が間違ってるわけですということで、実は国際保全防護学会も先ほど の広島大学の被爆者を調べて ABCC とか放射性医療研究所のデータをもとにしていろいろ研究してるわけですね。で、放射性影響研究所のデータがですね、あの被爆線量が従来は過大評価した、だから被爆線量をもっと下げなきゃいけないということになったわけですね。で、約2倍線量を過大評価してたので被爆線量を半分にしたわけです。ということは同じ線量でも起こっているがんの発症率は2倍になりますよね。ということで2倍にしなきゃいけないことになったのに、これはやらなくてよろしいチャンスだからそのままにすべき起こるということをやったということを NHK が放映してくれたんですよね。それに対して保全防護学会、日本の原子力学会なんかが、あの要するに防衛学者集団が NHK に抗議を申し込んだんですけど、 NHK は事実を踏まえてきちんとやったもんだから全然それには応じないということをやっているわけですね。で、この国際保全防護学会はどんなところからお金もらってやってるかというのははっきりしているわけですけど、それから先ほどもありましたけど国連の科学委員会というのがあります。実はあの1953年の12月8日にアイゼンハワー大統領が国連でアトム・フォー・ピースという演説をしました。これでアメリカは核兵器の方から原子力平和利用の方に変わるんだと言って、世界中のマスコミのこれを演説を褒めたたえたんですけど、この狙いは何かというと、これから水爆をどんどん作っていく、そうすると広島のような原爆なんかはもうあの濃縮ウランが余ってくる、そうすると濃縮ウラン産業をこれからも核兵器を持ち続けるためには維持しなきゃいけない、そのためには濃縮ウランを使ってくれるそういう原発を同盟国にたくさん作らせなきゃいけないというのがこの演説の一番大きな狙いなんですよね。で、濃縮ウランを提供するというのがこの演説の狙いです。ということで、あの中曽根康弘とか松陸松太郎を
アメリカに呼んで洗脳して、そして悪用とし日本に原子力を予算をバッと出させるということをやったわけですよね。でこれが日本の原発の政策の一番最初になったわけですから、アメリカのそういう世界核兵器戦略の一環として日本の原発が大増設されることにつながっていたわけですよね。で、まあ、そういう中でですね、まあ、核不拡散条約という条約が1970年にしたとしますけど、その条約の下でこの核不拡散条約というのは自分たちだけが核兵器を独占してその他の国は核兵器を持たさないというのがもともとの狙いです。だけどそれではダメだということで、第6条には核兵器を持っている国も核軍縮に努力しますということが入っています。でもう一つは核兵器を持っていない国に濃縮ウランを提供するというのもこの条約なんですよね。ということは核不拡散条約というのは原発を世界中にどんどん広げるという国際的な枠組みでもあるわけです。で、そういう枠組みの中で国連の中に科学委員会なんかも作るわけですね。だからそういう核政策の中で作られた原子力放射線の影響に関する国連科学委員会アンスケアというのはそういう核政策の一環として作られていますから、結局いろんな変な報告を出すわけですね。例えばチェルノブイリについて2008年二十何年経った後からですけど、チェルノブイリの影響は大部分の人口においては重篤な健康問題の恐れに生きる必要はないなんていうことをバーッと言って、放射線の恐れをどんどん、まあ、先ほどの松崎さんとか岡山さんのお話のようにですね、恐れをなくすということに重点を置くことに国連科学委員会もやってるわけですよね。で、もうあんまり時間がなくなってくるんじゃないかと思うんですけど、原爆の放射線による場合、放射性微粒子がこの火の玉の中に大量にあって、火の玉が上昇して放射性物質を作っていくわけですね。で、これをやってると。で、この原子雲、この原子雲の中で真ん中、これ広島の原子雲上空1万メートルから撮ったんですけど、真ん中のところは約16キロぐらいの高さまで上がっていますけど、急速に上がっていきますから、雨粒が大きくなりますから重くなって下まで落ちてくるので、この真ん中の部分の真下が黒い雨が降ったところです。これ横に広がってきてますけど、大体1万メートルの高さですけど、そこの雨粒は小さいので落ちてくる途中で全部蒸発してます。で、広島の場合ですね、放射線真ん中が通ったところはずっと北西方向に行ってるんですけど、広島全体が火災になりましたので、火事嵐を起こして雨粒が雨がこの後ずっとやってきましたので、最初の放射線の雨がほとんど流されてしまいました。だから後測定しても見つからないんですね。で、今日本政府が広島で最高の被爆をしているのはここだ、放射線工学の最高はここだって言って未だに言ってるわけです。だけどここはこの図がありますけど、雨が黒い雨を降った地域はこういうふうになっていますし、これ人によってはデータは違うんですけど、今の濃い高す地域がここなんですね。ここです。で、一番これは西野義夫さんが8月9日に土を持って帰って東京で測定したのが残ってたのを広島大学の静間さんたちがもう一遍再測定したわけですけど、ここのところがですね、この7という番号のところがここよりも20倍大きいわけですけど、20倍するとこの地図からはみ出してしまいますから、これ20分の1にこうしてあるんですけど、だからここの20倍のところがあるわけですね。ところがその後も台風とかいろんな雨でこれ流されていって、もう今では見つからないわけですね。一番ひどいところにあったものが見つからなくて、一番端っこの方のものが最高だというのを未だに言い続けているのは非科学的。しかもそれは雨が降ったものだけなんですね。で、大部分の被爆者が影響を受けているのは降ってくる途中で蒸発して放射性微粒子になったものを体の中に取り込んだ内部被爆の影響ですよね。だけどそれは日本の場合は風で流されていっているから後では測れないわけですね。これは長崎です。で、長崎の真ん中のところ雨が降ってくるわけです。これはずっと東の方に雲仙岳の方にやってきていまして、で、横の方はずっと雨粒の小さいものがありまして、
まあ、この辺あたりまではかなり厚さが薄いですから影響力が大きかったと思いますが、で長崎は爆心地がずっと北の方だったんですね。で放射線の雨が横の方に、火災は広島ほどじゃなかったもんですから火災の雨の影響はないもんですから、ここが爆心地です。で雨が降ったところがずっと帯状に、これは長崎の方はプルトニウムですから、プルトニウムを測定すれば雨が降ったことがどうになってるかというのがずっと分かるんですよね。でいろんな方向を測ってありますけど、日本全体が核実験で起こってきたものよりもたくさんあるということが分かっています。でこれは私の描いた漫画で、この図を国連 のロビーでも飾ってみていただいたんですけど、真ん中のところは雨ですね。西山地域でもすごく雨が降ったところですけど、放射性微粒子はずっと広い範囲に広がっていってます。あのすみません、福島の話してませんかね。で、これはベクレルとかグレーとかそういう単位は皆さんご存知だと思いますので、一番重要なことは何かというと、人間に60兆個の細胞がありますけど、1ミリシーベルトあげるとですね、体の中60兆個の細胞全部に平均して1つの細胞に500箇所ぐらいの分子が電磁作用を受けるわけですね。ですけど今生き残っている生命は、まあ、DNA とかいろんなことで元のように回復する能力はかなり持っている生き物しか今進化して生き残ってないんですけど、まあ、そういうこともあって大体ですね、平均して分子1個に1個ぐらいが損傷が残る。1ミリシーベルトで体60兆個の体全体の細胞に平均して1個ぐらい損傷が残るということになります。でも1個細胞の中で損傷を取っても細胞は死なない。で100ミリシーベルト浴びると、だから1個の細胞に100個ぐらいの分子が損傷を受けているわけで残っちゃうわけですね。そうすると中には細胞が死ぬ細胞が出てきます。で200ないし500ミリシーベルト浴びるとですね、そういう細胞がいつかたくさん周辺に集まってきます。そうすると症状として現れてくるわけですね。だから200ないし500ミリシーベルト以上でないと急性症状は起こりません。で DNA なんかの分子が損傷を受けたものはそういうこととはまた別に損傷が起こって細胞分裂した時にその損傷がずっと継続しますから、将来がんになるとかいうことになるんですね。ということで大量に浴びれば200ないし500ミリシーベルトより以上大量に浴びればいろんな人が急性症状を引き起こす、で臨床的に起こる。それからそれ以下でも分子に損傷が起こっていればそれが将来いろんなことで万発性のいろんな癌とかそういうことになるというわけですね。時間になってね。ということで時間をもう応募してますので、あと私が明らかにしたことだけをちょっとやりますと、これが広島の原爆の被爆者の中で起こった急性症状の発症率から逆算して放射線の影響がどれだけあったことを調べた結果です。爆心地からずっと距離ごとにずっとやってるんですけど、で初期放射線の影響がこの黒い線なんですけど、遮蔽効果がありますから約半分というしますとこういう線になるんですね。で放射性効果物の私の調べた結果はこれです。これ広島です。ここは国側が黒い雨が降ったことから言ってる人はここです。もう50倍以上過小評価してるんですね。でところが放射性影響研究所はこの影響を全然無視してやってきてるわけですね。でその影響は同時にです。もう一つ私は研究者の25分の1で先週ででもこれ一つ言わないこれは広島の原爆の被爆者のですね、髪の毛が抜けるやつが青い四角です。それから皮下出血で紫色の斑点が体中に出るやつが紫斑というやつですね。それから緑の三角が下痢です。でこの図を見ていただくとですね、この緑の三角の下痢が爆心地に近い1キロ以内は脱毛とか市販に比べてはるかに小さいわけですね。で下痢はなぜ起こるかというと、放射線が腸の壁の細胞をやっつけてということになると、爆心地に近いところは初期放射線がかなり強いですから、初期放射線が
透過力の強い初期放線が腸の花弁、細胞の花粉まで到達できるわけですね。でも透過力が強いというのはどういうことかというと、まばらにポツンポツンと電離作用するから、なかなか走っている間にエネルギーを失わないから透過力が強いわけです。ということだと腸の花弁の細胞まで到達できるんですけど、腸の花弁は薄いですから、細胞薄いですから、ほとんどダメージ与えないで通り過ぎてしまうわけです。だからかなり大量の初期放線が当たらないと下痢が発症しないということで発症率が低いんですね。脱毛や市販なんかが起こるよりはるかに発症率が低くなっている。ところが1キロを超えて 1.5 キロになると逆転して、脱毛や皮下出血に比べて原因発症率が高いわけです。でもう初期放線この後が到達してませんから、こういう下痢が起こったのは内部被曝以外に考えられないわけですね。内部被曝というのは透過力の弱い放線が体の腸の下部までやってきて、そこから透過力弱いというのは集中して電離作用するからダメージが大きいわけです。というのがこれを説明できるわけですね。ということでこれを解析しました。で、得られた結果はですね、初期放線の影響と、それから放射性光学の影響、脱毛と市販と下痢と3種類で同じ放射性光学の影響がやられるわけです。ということは遠距離の方は内部被曝であるということを、遠距離というのは結局放射性光学の影響、それを証明したわけですね。だからこういう研究は世界中誰も原爆被曝についてやってこなかったわけです。で、それを国際の論文なんかとして英文論文をイギリスの論文なんかに投稿しましたけど、掲載拒否されました。で、日本の雑誌にも投稿しましたけど、やっと3年前に私の論文が掲載されて、でヨーロッパの放射線リスク委員会なんかも関心を持って私をわざわざ招待して報告なんかもしてくれましたけど、こういうふうにしてこういうものを無視するということが内部枠を無視するという世界中の研究体制になっているわけですね。だから事実を踏まえて、そしてそれをひっくり返していくということが福島の原発事故化することに対する科学的に正しい対応させることにつながっていくだろうと思ってるんですね。で、下野さんが委員長で日本学術会議の中に分科会を作ってくださいました。できたら松崎さんとか岡山さんとかそういう専門家がそういう分科会で報告してくださって、そして日本の科学者が真面目に科学的な立場から被曝影響をちゃんとみんなに知ってもらって、日本政府の誤った態度を変えていく、さらには世界の態度を変えていくということがすごく今大事になってきているなと思います。私は核兵器をなくすために一生懸命ずっと運動してきたわけですけど、核兵器禁止条約が来年2015年の核不拡散条約再検討会議で交渉が始まるということになれば、核兵器のない世界を作っていく。その場合に今度はもう核不拡散条約はいらないですよね。核兵器禁止条約ができたわけですから。とすると放射線の被曝の影響をずっと国際的に散らばせるようなそういう役割をしていた条約もなくなって、で世界的に間違った研究体制をやっていくということも崩れていく。そうすれば人類が未来に放射線の被曝影響に恐れないような、そういう人類社会は本当に正しい被曝影響を考えていくという、そういう人類社会になっていくんじゃないかなと思っているので、頑張っていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。だいぶ時間が押してしまってですね、お話はいいお話でしたけど、皆さん、あと5分ほどしか増崎さんにいていただけないので、一般参加の方じゃなくて映像の方も含め報道絡みの方で増崎さんにご質問なさりたい方がおられれば、報道の方です。まずはございませんければ一般の方からでもいいです、ね、じゃあ一番に手を挙げた話どうぞ。あ、すみません、正木先生のお帰りがあるか、中川さん の、 広告に対してご批判の中で一つだけちょっと技術的なことで伺いたいんですが、がんを治すときに放射線を当てますね。中川先生は放射線科の東大の放射線科の助教授 で,
で、まあ、そこの研究室は教授が放射線の診断の専門家で、で中川さんはなぜ教授じゃないかというと診断じゃなくて治療の専門家だということで、ですがご自分は東大でも一番一流なんだとおっしゃってます。でその方がおっしゃってるんで、かなり我々に一般人に説得力があるのが、その、7万ミリ診断を当てても鼻血が出ない。それはもう非常に多くの人に放射線を当ててるわけですよね。で7万シーベルトというのは正確に多分表現じゃなくて70グレーだと思いますが、70グレーっていうのは細胞を殺す量なんですよね。細胞を多分がん細胞を全滅させる量だと思うんですが、僕はそれを聞いた時に読んだ時に、あ70万ベクレル、70万ごめんなさい70グレーというのはもう全滅させる線量ですから、言ってみればどういう風景が描けるかというと、広島の原子屋ですね、何もなくなってる、全滅させる、だから話どころじゃないようなんじゃないかなって気がしたんです。でもう一方でその放射線を治療した人たちの経験から言いますとね、要するに食道に当てれば近くから出血する、あるいは前立腺がんの治療すれば出血する、だから出血するということもまた常識なんですね。だから そこから考えても中川さん言ってることはおかしいなと思うんですが、いかがでしょうか。ガンマ線がバッと突き抜けるような被曝が、まあ、放射線の照射治療なんですね。で今回の放射線微粒子の被曝というのはベータ線がじわ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 と局所を破壊するといいますかね、損傷を与える、ですからその放射線の澤田先生も言われましたけれども、その悪さの仕方の質が違うので、原発事故の後はそのああいう現象だって起こる可能性があるという解釈ですから、すみません、私の質問は、はいはい、上咽頭に当てて、はい、出血ってことはありえないんですかっていう質問です。おそらくですね、その先生もあまり経験ないってまあ言い切ってるのであれですけども、そのやり方では出血をするということはないかもしれません。ただ西尾先生ですね、北海道のがんセンターの西尾先生は、彼は一応肩書きはすごいんだけども、本当の実践的な治療とかほとんど経験がないので、彼の言うことは当てにならんとかってよく言うんですね。ですから、でとにかくあとだいぶ被曝だけじゃなくて、そのベータ線によるその放射線微粒子の被曝というのはまだ本体がよく分かってないので、やはりもっと研究していかないと今回の現象を説明することはできないと僕は思っています。田中です。松崎さんが大丈夫な時間の範囲で、はいはい、簡単な質問です。2つですけど、1つは遺伝的障害についてなんです。他にですね、民間ベースでもいいんですけど、データがないんでしょうか。原爆被爆者の二世被爆、ね、それの健康障害に関するですねレポート等はないんでしょうかというのが質問一つ。もう一つは呼吸被爆が私はですね、福島で最もですねリスキーなですね問題だと思っていますので、松崎さんから何かこれは言っときたいということがあればお聞きします。被爆2世の方々の疫学調査は民間ではないと思います。それから、吸い込んで被爆するということに関しては、チェルノブイリでは子どもたちで土壌汚染の高い地域の子どもたちはやはり肺活量が減っているとか、そういうデータはあるんですね。ですから、そういうことを睨んだ子どもの検診も必要ではないかと思っています。今のご質問ですけど、実は1977年に被爆な問題国際シンポジウムがあってですね、医学と物理学問題の分科会で、私は最後のまとめ の作業をユーゴスラビアの科学者、
久肉さんという人とまとめの作業をやったんですけど、その時に広島長崎の被爆者 の子供たちの遺伝的な影響について議論しました。で、一つは先ほども私の話にありましたように、広島長崎 の放射性影響研究所の研究は遠距離被爆者とか入試被爆者というかなり被爆をしてて、で先ほど私の計算では広島被爆者約1000ミリシーベルト以上浴びてる人たちと、それからもっと近いところで1200ミリとか1400とかそういう被爆をしてる人たちを比較してるわけです。だからあまり違いが出てこないわけですよね。ということも一つ背景にあります。と同時にですね、高度な生命の場合の遺伝的な影響の場合は、そういう遺伝的な欠損を持ってるものは死産とか流産が多いということで分かりにくいんじゃないかという議論が多くありました。で実際に放射性影響研究の科学者も一緒になってそういう問題を議論している人たちと一緒に議論したんですけど、で丸谷さんという広島のお医者さんがいらっしゃいますけど、彼がそういう死産流産のやつを調べますと、もう明らかに影響が大きいというデータが出たというのを日本科学者会議の数年前彼論文を書いて出しています。だからそういう死産流産ということを調べてやるとそういう影響があるということが分かっています。丸谷さん、はい、丸谷博さん、ありがとうございます。はい、どうぞ。大きい声で。長崎先生お帰りにならないにぜひお聞きしたいことはですね、8月24日の県民議員結構調査みたいで、子どもの放射線がですね104人、まあ一人は失踪でありますが103人ですね、単位含めて。でこの発表も依然としてですね、放射線の影響とは見られないという、まあ、今のところという条件をつけながらですね、でなお慎重に調査検討を続けていきたいという、それも最後についてはいるんですけども、やっぱりスクリーニング効果でこういう結果が出てるんだというのが主流な報告になってるわけですね。でそれに対して正木先生が先ほどおっしゃったのはいくつか の有力な反論というか反証をですね、実際にはおっしゃったように、つまり原発事故の影響じゃないかということを示されているんですが、それをまだ途中であってもですね、一つまとめ上げてですね、何かそのアクションを起こして反論していく必要が私はあるんじゃないかと思うんですが、これもチェルノブイリの数から言ってもそうですし、松崎先生はまず第一に農法結節がこんなに多いぞっていうふうに言ったところから半年後からね、一人がん患者が見つかったという経過からしてもですね、ぜひやっていただきたいと私は思ってるんですが、その辺はいかがなものなんでしょうか。甲状腺については、いろんな仮説というか考え方は示しています。ただそれはどちらかというと僕自身は当たってほしくないと、私の出した仮説が当たらないで今後数年間検診を続けても、それ以上その福島の子どもたちに甲状腺がんが増えなかったとかっていう結果が出てほしいなというふうに思ってるわけです。でただそういう希望的観測があっても、やはりそのいろんな、考え方もありますけども、やっぱり検診をしっかりするっていうことを一生懸命頑張る。それから今問題になっているのは見つかってしまった甲状腺がんをどう治療するかっていうのもですね、今までの甲状腺がんをレポートしていただいて専門家でしっかり検討するっていうことも必要じゃないかと思うんですよね。ですから、モニタリングも必要、それから、見つかってしまった甲状腺がんの、治療法の検討も必要ということで、あとは今回の一番最近の調査でこう地域差があるかどうかということも疫学的にもっともっとしっかり詰めるべきだということです。で、政府側の人たちに足りないのはやっぱりその
いろんな我々が出している仮説だとか考え方について、きちんとその、まあ、考えて、いやそれはそうじゃないとかね、いろいろ科学的に反論というかね、してもらいたいなと、そういう対等の論争をしないとやっぱりあの国民の皆様も信用できないだろうし、というふうにそういう公開 の, あの論議というのは必要ではないかと思います。であとお時間がないんですが、僕の名前でメルアドって入れると、あの Google かなんかでちゃんとメルアドどっかに出てきますので、もしあればっていうのを使ったファイルはあの自由に差し上げますので、メールをいただければあのダウンロードできるようにあのしておきます。よろしくお願いします。今ね、山添さんの質問の問題があるんですけど、日本政府の特に厚生労働省なんかの労働省の態度を根本的に変えていく必要があるかなと思っているんですよね。で、あの先ほども時間なかったから省略したんですけど、ここに構図があります。これはあの先ほど示した図ですけど、日本政府はですね、2キロを超えると初期保線ほとんど到達していません。だからここから先の方にある放射線でいろんな起こった急性症状は放射線の影響じゃないと未だに言い続けています。で、例えばあの髪の毛が抜ける脱毛ですよね。これは精神的なショックによる遠距離のやつは、近距離は放射線の影響だろうけど遠距離は精神的なショックの影響。こういう遠距離で起こったこういう下痢は、これは当時の衛生状態が悪かったからだというのは彼らの未だに裁判で主張していることです。そして厚生労働省の周りの御用学者も同じことを言っています。だからそういう体制を直さなきゃいけないんですね。でこの図を見ていただくと分かるように、あの紫色の斑点が全身にできる紫斑というのがありますが、紫斑と脱毛はほぼ同じように変化しています。でこれについては彼ら皮下出血ですから、放射線以外にはなかなか説明できないですから、彼らはそれを認めようとしないわけです。お話し中ですが、皆さんちょっと拍手をしてください。どうもありがとうございます。ということで、それ紫色の斑点が出るのと脱毛がほぼ同じように変化してますよね。で、長崎も同じです。長崎も同じように変化してますということで、これは原爆の放射線以外には説明できないわけですね、科学的に見て。で、これはそれと同じ、先ほどのように同じようなカーブで説明できるわけですから、こういうことをちゃんともっと研究やっていく。で、実はこういうことを最初に指摘したのがあのドイツのあのシュミツ・ホイヘイケさんという女性の科学者、彼女が今 ECRR の会長をやってるんですけど、彼女と一緒に放射性影響研究所に行きました。こういうデータ彼らたくさん持ってるのにちゃんと研究しないで放置してるわけですね、寄贈してるわけです。だからあそこにあるデータをいっぱい出して研究する課題がいっぱい残っています、ということで被爆の影響、とりわけ内部被爆の影響をこれから明らかにしていくというのは科学者に課せられたすごく重要な責任だと思いますので、あの日本学術会議なんかでもですね、まともにそれを議論していただいて、で日本学術会議でああいう分科会でそういうことが出てくればマスコミも注目せざるを得ないし、そういう分野の研究者もやらないといけないというふうに思わざるになくなると思いますので、そういう方向でこれからやっていきたいなというふうに思っています。川田さん、どうもありがとうございました。それではあのこれから10分ちょっと休憩をさせていただいて、45分から総合討論に入りたいと思います。